皆さんこんにちは。もう10月になりましたね。すっかり秋です。お天気も今日はよろしいですし、今回はその秋にふさわしい深川泉さんの唐津絵展をさせていただいております。深川さんは、佐賀の山奥で一人で工房を作られて焼き物を焼いていらっしゃるようで、それで山の雨、風、月、太陽、それが力をしっかり浴びてその作品を作っていらっしゃるので、非常にあったかくってこう素敵な感じがすると思います。で、あ、そうそう、お値段もこう手頃で、これトンボの小皿なんですけれど、2000円ぐらい。こっちのこれ小皿三島なんですけども、これはなんと700円。そんな風にお値段もお手頃でございますので、ぜひ皆さん手に取って、あ、それと今回は、並べ方をちょっと失礼を中心にしましたんで、その失礼のお好きな石井さんにお願いしました。石井さんをご紹介します。石井さん、今回はありがとうございまして。いえいえ、もうなんかよくできたかどうかわからないんですけど、でも焼き物が自然なものなので、草花、それから特に秋の感じるような花がもう楽しく入れさせてもらいましたので、普通のご家庭の祝いなんかでも、もうちょっと入れられると非常に和みますよね。そうですよね。そういう、もう庭のちょっと摘んできて、もう本当に草花でいいんですよね。そうですね。ちょっと色が入って。秋ですからね。そう。まあ心を和みましょう。それでコロナの緊急宣言とかからまん延防止とかがね解除されましたから、皆さんお気軽な気持ちでぜひお遊び方々お越しいただければ、こういう失礼を見ていただければありがたいと思いますね。楽しんでいただければ嬉しいです。そうですね。じゃあ皆さんお待ちしており、あ、そうそう、大切なことなんですけれど、私にとってはね、お隣の駐車場がなくなりましたんで、近くのコインパークでぜひお泊まりになって、でその代わりに領収書を持ってきていただければ、ちゃんとお払いさせていただきますので、でその時に、スペシャルサービスとして非常にちょっと面白い工作がしてございますんで、ぜひそれもお楽しみに来てくださいということで、はい、ね、はい、皆さんのお越しをお待ちしてます。